日華ウイスキー余市蒸留所内のレストランリタズキッチンがリニューアルし、オープンを前に内覧会が開かれました。リタは日華ウイスキーの創業者竹鶴正隆さんの妻の愛称で、リタズキッチンはウイスキーをはじめとする多彩なお酒と食事が楽しめるレストランです。リタさんが残したスコットランドや日本でのレシピを再現したり、ウイスキーやハイボールに合うスコットランドの料理や北海道の食材を使った料理を味わうことができるということです。日華ウイスキーは来年創業90周年を迎えます。ポッカ札幌とクボタが北海道の食と農業の未来のために連携です。北海道ボールパーク F ビレッジ内にあるクボタアグリフロントに、ポッカ札幌レモンアンバサダーの杉谷健一さんを招き、レモンの苗木を贈呈しました。苗木は広島県から取り寄せたもので、大きく育って実がなるよう願いながら、杉谷さんとファイターズのアカデミー生が一緒に水をあげました。また親子連れが食育セミナーでレモンを学んだほか、三笠高校の生徒が考案したレモンを使った料理も味わいました。学校法人札幌大倉学園南郷札幌幼稚園の新しい園舎が完成し、初の入園式が行われました。星野正彦園長は、すべての子どもたちがそれぞれの個性を発揮できるよう、教職員一丸となって取り組んでいきたいとしています。南郷札幌幼稚園はこの春から幼保連携型認定こども園として新たなスタートを切りました。園舎は木の温かみのある作りで、初めはちょっと緊張していた子どもたちですが、これからドキドキワクワクの楽しい毎日が始まります。シルバーフェリーの川崎近海汽船が苫小牧八戸の航路50周年を記念して式典を開催しました。久下豊社長は、年間17万台のトラック30万人を輸送しています。北海道と本州を結ぶ重要な公共インフラとして時代のニーズを取り入れていきたいと挨拶しました。苫小牧八戸間は1973年4月に初代シルバークイーンが就航。現在はシルバープリンセスやシルバーティアラなど4隻が1日1往復、合わせて8便を運航しています。上士幌町に無人運営のスマートストア上士幌マルシェがオープンしました。手掛けたのは NTT 東日本などの3社で、 AI や IoT といったデジタル技術を駆使して、働き手不足や買い物弱者などの地域課題を解決、住み続けられる街づくりに協力したいとしています。店内には食品や日用品のほか、地元の商品がずらりと並びました。入店から購入までスマートフォン一つで完結します。上士幌町の竹中町長らが早速スマートストアを体験していました。